皆さんこんにちは、田中えみりです。今日紹介するカップ麺は明星一平ちゃん夜店の焼きそば大盛り明太子味です。圧倒的存在感の衝撃具材、つぶつぶ食感、ほぼ明太子具材入りの大盛り焼きそば。2013年から発売中の明星一平ちゃん夜店の焼きそば旨辛明太子味は、明星一平ちゃんシリーズにおいてソース、塩に続く第3のレギュラー商品として定着しています。今回の新商品は定番の明星一平ちゃん夜店の焼きそば旨辛明太子味のスペシャル版、ユニークな具材を使用した大盛りタイプです。見た目も味もつぶつぶ食感もまるで本物のようなほぼ明太子の具材、明太子風かまぼこを使用しました。このほぼ明太子の明太子風かまぼこにローストバターの香りと魚介の旨味が効いたコクのある塩だれソースを合わせ、一平ちゃんならではの特製マヨ、明太子マヨと明太子顆粒入りのふりかけで仕上げる明太子の旨味を存分に楽しめる一皿です。商品の特徴、麺、適度な弾力があり食べ応えのある中太麺です。ソース、ポークエキスをベースに魚醤、魚介エキスを合わせ旨味を加えた塩だれに、明太子とたらこ、ローストバターの香りで特徴をつけたオイルを合わせたソースです。特製マヨ、コクのある明太子風味の一平ちゃん特製明太子マヨです。かやく、見た目も食感もまるで本物の明太子のようなユニークな具材、明太子風かまぼこです。明太子風かまぼこは魚肉練り製品中明太子が 45% 使用されています。ふりかけ、明太子顆粒、唐辛子、刻み海苔を組み合わせました。食べてみた感想、麺はもっちりとして噛み応えのある中太麺、ピリッとした味わいのソースですが、たっぷりの麺量ですのでさほど辛さは気になりませんね。そして具材の主役、明太子風かまぼこは小さいながらも本格的な仕上がりとなっていて、噛めばつぶつぶ感と同時にうま辛い美味しさが口いっぱいに広がります。ふりかけにも明太子顆粒が散りばめられているので、存分に明太子の美味しさが堪能できますね。海の香りを感じさせる刻み海苔とのコントラストで、どんどん食が進みます。全体的には明太子の辛さと旨味があふれる大盛り焼きそばとなっていますが、しょっぱすぎたり辛すぎたりということはなく、程よくバランスの取れた食べやすい一杯となっています。辛さが苦手な人でも大丈夫。明太子好きの方でもそうでない方でも美味しく召し上がれると思いますよ。圧倒的存在感の衝撃具材、つぶつぶ食感、ほぼ明太子具材入りの大盛り焼きそば。本日は明星一平ちゃん夜店の焼きそば大盛り明太子味を紹介しました。田中えみりでした。